聞くチャンネル。はい、どうもこんばんは、聞くチャンネルです。今日はね、2023年、3月22日、水曜日かな、ですね。はい、現在時刻はですね、夜の、7時50分になろうとしてますかね。はい、今、埼玉県三郷市のね、国道298号線外環道のね、速道を今、千葉方面に向かって走ってるところですね。今日仕事だったんですが、仕事でね、帰宅してから、慌ててね、そそくさと、ね、バイクに乗ってきました。なぜかというとですね、もう桜がね、そろそろもう見頃だよっていうことなんですけども、とてもね、なんか明日からもう天気が悪そうで、週末とてもじゃないけどバイクで見に行くっていうことはね、できそうもないのでね、多分バイクで見に行って一番見頃なのがね、今が最後じゃないかなっていうことでね、出てきました。はい、でね、この夜の撮影なんていうのはね、多分おそらく初めてだと思うね。どの程度映ってるのかっていうのね、ちょっと楽しみなんですけどね。公園の中ね、街路灯もね、あるにはあるんでしょうけどね、どれぐらい明るいのかわからないんで、はい、ひょっとしたらあんまりほとんど何も映ってないなんてこともね、あるかもしれないですよね。あ、ここだったかな。あ、違う、もう一個先だった。間違えちゃった。夜だとね、ちょっとわかんないですね。はい、こっちでしたね、間違えました。いけない。もう一個先ですね。はい、でね、どこ行こうかっていう、行くかっていうとですね、ここかな、今度こそここかな、ここかな、ここかな、違うかな、もう一個先かな、もう一個先か、まず先だな、標識あるところですね。毎年ね、春に、桜が満開の時期に、バイクでね、撮影に行くところ、そう、それはね、葛飾区にあります水元公園でございます。はい、ね、毎年それを楽しみにしてるんですけどね、今年はどうやらもう見頃の時がね、雨みたいなんで、今夜出てきたという次第でございます。はい、さあどんな感じなんでしょうか。あ、間に合いましたね、土もね。はい、もう間もなくですね、水元公園の、桜堤にね、通称桜土手と私は呼んでますけどね、そちらの方にね、向かいますんで、そちらで、ちょっとね、夜桜を撮影してみたいなと思いますので、はい、どの程度映るのか、どの程度の景色なのか、ちょっと夜は初めてなのでね、期待半分なんですけども、まあ本当に今日がね、もう最後なんで、おそらくね、結構ね、街灯のあるところ結構ね、なんか綺麗に見えそうな気もしますね。はい、はい、間もなく、水元公園の入り口ですね。東金町5丁目交差点側の方からね、入りますので、今一方通行なんでね、この通りが、公園の中心部まで一方通行なんで、こっちから入っていかないと、最初から最後まで走れないってところなんですよね。はい、はい、ということで水元公園に入りたいと思います。はい、どうぞでしょうかね、どんな感じでしょうかね。ああ、ちょっとね、いまいちですね、街灯はね、こんな感じですけど、はい、それでは行ってみたいと思います。レッツラゴー。ちょっとハイビームにしてみますかね、一方通行なんでね、あんまり変わんないか、あんまり変わんないね。残念だな、どれぐらい映るかと思ったらね、街灯もね、ちょっとね、そんなに賑やかじゃないんでね、いやー、なんか綺麗に見えるとこないのかな、こういうとこね、こういうとこね、ちょっと明るいとこだとね、ほら、なんとか夜桜がね、ちらちらと。どっかね、いい撮影ポイントがあればね、そこでちょっと撮影もしたいなと思いますね。はい、
まあ結構ね、肉眼ではね結構咲いてるなって見えるんですけどね、多分ね GoPro じゃ映らんですよね、赤外線カメラじゃないんでしょうから。ああやっぱり昼か、昼間雨なんだよな。まあ結構咲いてますよ、結構咲いてますね。うわー、いやーやっぱり全然見えねえか、多分カメラでは映らないね。もうちょっとねライトアップとかね、街路灯がもっと明るければね、おそらく綺麗なんですよ。光の当たってるところはね、綺麗なんですけどね。どっか明るいところで止まるかな一回。さすがに、平日の夜なんで静かですね。昨日は祝日だったんで、おそらくね結構花見の人が多かったんじゃないかなと思いますね。あーこれも結構咲いてる、結構咲いてるのにな、見えないな、見えないな、残念残念。あ、肉眼では見えてるんですよ。ねえ、そういえば今日ね WBC でね侍ジャパンが優勝決めましたんでね、なんでねちょっとね、いつもだったらもう夜家でおとなしくしてるんですけどね、今日はもうちょっと出かけちゃおうかなっていう気になったわけですよ。ここまではちょっといまいちあれですね、暗いですね、暗いし。お、でも結構ねほらほら結構咲いてますよ、ほら。一方通行の道路はここら辺で終わりなんですよね。どっかな、駐車場のところかなんかで明るいとこないかな、ちょっと撮影したいですね。さあさあどうなんでしょうか、とりあえずね終点まで行ってみたいと思います。はい、ここはね水元公園の中心部ですね。やっぱり夜、平日の夜あれですね、静かだしそんなに明るくないですね。あんまり夜来ないんでわかんないですけど、あーでも結構咲いてますよ。やれやれすごいなこれはちょっとあれかな、撮影ポイントなさげかな。もう最悪ねちょっとこの撮影ポイントがなかった場合はね、ちょっと地元のもっと地元の近いところでね、ちょっとライトアップしてそうなところがあるんでね、そこまで行ってみたいなと思いますけど、ちょっとそっちで撮影するしかないかな。いや咲いてるのにな、残念だな。ねえ、ほらハイビームにしてもね桜までね届かんすよね。ねえ、ほら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 、桜には全然届きませんね。うわー、これ絶対ね明るければ綺麗なんだよな。結構咲いてるんですよ、もう7分8分ぐらいは咲いてるんですよ。いやーもう残念だな。まあ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 しょうがないね。まあ最悪あとね雨降ってても車で来るっていう手もあるんですけどね、土日に。それまでね桜が雨で散らないといいんですけどね。やっぱバイクで来たいですよね、ここはね。結構知る人ぞ知る、名所なんですよ。これはねお見せできないのはちょっと残念だな。あれかな、これ編集するときにうんと画面を調整して明るくしてやればひょっとして桜映ったりするのかな。ちょっとね編集の時にやってみたいと思いますけどね。むむむですね。うわー綺麗に咲いてる、いっぱい咲いてるんだけどな。うわーこれでもうあれだわ、水元公園の終わりですわ、もう終点まで来ちゃいましたね。といったところで、残念でございました。はい、それではこれからねまた自宅の方に向かって途中でね
ちょっとライトアップしてそうなところで、もし撮影できればしたいと思います。はい、はい、それでは一旦撮影をしたいと思います。ではまた後ほどです。はい、それではね、そろそろそのライトアップしてる場所に近づいてきたんでね、撮影を開始します。ここね、シェル石油だったんだけど、最近出光に変わりましたね、市川スタンドさんなんですけど、はい、さあどれぐらいライトアップになってんのかな、前で写真撮れるかな、うん、暗い暗い、ちょっとハイビームできますね。まあ、車もバイクもね、本当対向車がないときはね、基本ハイビームで走るらしいんでね、そんなことも知らねえのかって言われちゃいますけどね、まあね、ちょっと最近のバイクでもないので、あの今時のバイクだったらね、LED ヘッドライトとかね、明るいんでしょうけどね。さあどうなんでしょうか。もうそこだけでもね、綺麗に桜が、夜桜が見えるといいな。せめて写真ぐらいね、撮りたいですよね。よいしょ。はい、2号半用水まで出てきました。からあーどうかな、こっからじゃまだ見えないな、ライトアップしてないのかな、ひょっとして今年もやってるよっていうような情報をちょっと得たんですけどね、やってないのかな、やってるかな。この2号半用水沿いなんですけどね、わーなんかやってないな、うわー、この辺にのはずなんだけどな、もうちょっと先か、あ、なんかついてるな、なんかついてますね、あーやってるやってる、あの赤信号のあたりですね、うん、やってますね、やってますけども、うん、なんとか撮れるかな。はいはいはい、見えますかね、ねえ、ちょっとね、あるエリアがね、このちょっと、いや、ライトアップしてるんですよ、ほら、ちょっと曲がりたいんだけどな、ハイエースさんが、ちょっとね、これ U ターンしてこないとダメかな、ちょっと前で撮りたいね、これ前で撮りたいので U ターンしましょう。さっきの車がちょっとな、お邪魔なんだよな、信号変わってくれるとね、どいてくれるんでしょうか、だからちょっと一旦止めてね、手で押してね、それでちょっと写真をね撮ってみましょうかね。はい、ここにちょっと止めさせていただいて、あそこにねあるんだよね、うん、まあちょっとね車両なんでエンジン止めましょう、よいしょっと、よいしょっと、手押しでいきましょうね、車両進入禁止かな、ふっとっと、そうか、うわ結構いいんだけどな、いいんだけどな、ライトつけらんねえかな、ちょっとねこれどんな感じですかね。はい、じゃあちょっと撮影してみたいと思います。
そういったわけでね、今ちょっとね、なんとか写真だけはね撮れたんで、これで帰りたいと思います。はい、よいしょ、ね、車道じゃないんで押していかないと。はい、いかがだったでしょうか。埼玉県三郷市のね、某所の、ね、ライトアップの桜でした。まあ、某所って隠すほどのことじゃないんですけどね、上口っていうところなんですけど、なんとかね、夜桜が見れたんで良かったです。はい、じゃあ帰りたいと思います。はい、どうですか、こんな感じですね。まあ、この間だけなんですよね、短い距離なんですけど、綺麗ですね。はい、よかったよかった、これだけでも撮れてね、頑張って出てきた甲斐がありました。そんなこんなで、今回もチャンネルご視聴いただきありがとうございました。では帰ってね、私はもう WBC の余韻に浸って晩酌したいと思います。はい、今夜もお付き合いいただきありがとうございました。ではまたチャンネル見てくださいね。さようなら、バイチャー。